文武両道とは、文字と文事、学芸と武芸、その両道に努め、優れていることを指す語。弓道的な評価にも用いられる語である。代わって、現代では弁学と運動の両面に優れた人物に、対しても用いられる。平家物語には、あっぱれ、文武二道の達者かなとあり、文武に道という語がある。この語は、近世においても用いられている。 文字あるものは必ず武尾ありという言葉が、式には記されている。文武は、一方に偏ってはならないという意味である。いつ頃日本に伝来したかは不明だが、文武という語事体は、日本でも古代から用いられている。また、入り手は宋、入手は、将という言葉も儒教には存在する。文とは古代中国律領制の感触で、文官、武とは武官に由来すると考えられる。 文官は、事務、役人など頭を使う、職業、武官は、この絵体、門番など体を使う職業であった。このことから、精神と肉体どちらをも引いてたものを指す語になったと思われる。中世における文部の文とは、和歌や書といったものを意味していることが多く、必ずしも学問に限ったものではなかった。大田道官は、和歌にも長けていたため、 文においてもたけていたことが、後世に伝えられる。戦国時代後期では、佐藤も武家にとっては文事に当たった。また宮本武蔵のように絵画や書に通じたものも、含まれることがある。中世社会において、文武二道を体現できたのは武家に限らず、僧兵や貴族といった者たちも含まれる。平安時代から鎌倉時代へと移ると、日本では、 武家政権が確立したこともあり、文部を組み合わせた文化も生じるようになる。例えば、国宝のバグである、シュグレラ伝案は、様々な装飾と文字をはめ込み、その主題は、新古今和歌集の連歌、我が恋は松を、シグレの染めかねてサネカズラが腹に風騒ぐなりである。徳川家康が文治を奨励した影響から、全国の学者の社会的地位が見直され、 学者に対する需要が生み出された。この風潮から文武両道という語は世に行われ、武家や農夫が収容のために学問の道に入り、体制するものが増えた。ただし、一部の僧は学問を道楽と見ていたし、百姓や町人などは自分の子が学問にのめり込みすぎて身分的本業を離れているのを良しとはせず、ある程度成長したら、 弁学から離れさせる世代もあった。近世日本では、こうした職業的、社会的な風潮もあったと言われる。江戸時代の学問は時に限定されることがあり、決して広いとは言えなかったものの、学者が増加し諸学の研究が進んだ時代でもあった。また様々な学問で諸派の分裂が起きた時代でもあった。また中世の時代から引き続いている要素として文は、 教養や道楽としての地位を保っており、学問だけではない部分でも、文の要素が存在していた。近世において、文武両道という語が確立していた。以下は、近世の学者による見解である。中江当樹、文と武は、元来一徳であって、分かつことができない。従って、文なき文、文なき分は共に、真実の文ではなく、部でもない貝原駅見。 武芸の直接の目的は、戦場の使い、日常の使いにあるが、究極の目的は、武徳の寛容にある。すなわち武芸により、心身を統治することである明治新政府により、諸制度が撤廃され、市民平等のもと、学生や徴兵制などの改革が行われたことにより、変化が見られた。一方で、欧米的近代化のために、武術は、戦場では無用の産物といった風潮も、 生じ始めていた。武術を母体とした重剣術や軍刀術が形成され、その伝統的な技能が応用され、一部で継がれている。近代における兵育は実力を均等化させる統一的な教育で大きな実力差を生じさせないものであった。主に高等学校で勉強と部活動の両立を目標に掲げる学校が多く存在する。 下関国際高等学校公式野球部を総部五十二年で初の甲子園出場に導いた坂原秀直監督は一流とは一つの流れ、一つに集中してやること、文武両道は逃げ、二流などとし、文武両道はあり得ないと述べた。これに対して陸上競技、十種競技元日本チャンピオンの竹井壮は超一流になった人があまり勉強できなかったというのは、 結果の話であり、勉強ができて、トップに立っている人もいる。そういう人たちは怪我などで、スポーツ人生が絶たれても次の仕事は引くてあまただプロ野球選手になれなかったとしても、その教えを胸に、違う道でも、一流の歩き方ができる、というのが一流だと思っているなどと反論した。二等を追うものは一と思えずということわざや、東京大学公式野球部が、 東京六大学野球で勝てないことを挙げて、文部領土を否定する者もいる。これに対して、島根県立松江南高等学校の校長は、我々が言うところの文部領土は、文部の領土に励むということであり、何事にも一生懸命取り組むということである。結果として、両方の道で良い結果を出せれば、素晴らしいことだが、領土で好結果を出すことが、 目的の分部領土ではないと反論している。また、ニューイヤー駅伝でのトヨタ自動車、箱根駅伝での青山学院大学の優勝を挙げ、彼らが練習に費やしていた気持ちを仕事に注入したとき、それは大きな力になると述べている。そして、一とも得ないものは、二と大振ふりをするものであるとしている。ありがとうございます。